では6位の練習生を発表します。6位です。次は6位の練習生。順位発表式当時、順位発表式の時、1位の候補に名前を挙げた練習生でした。一度1位候補に名前を挙げたことのある練習生だそうです。うわ、誰だ。票数26,788票を獲得した。HKT48 どっち HKT48。 ヤブキナコさん、ナコちゃん、緊張した。おめでとう。HKT 国生ヤブキナコちゃん、ナコちゃん、すごい。わー、グループ発表評価、グループまとめ評価、ナコちゃん、すごい。ナコちゃん、最後のデビュー評価まで、ナコちゃん、プロデューサーの皆さんに爆発的な関心と愛を受けてきました。最終6位に安着し、12名の中に入り、デビューを確定しました。おめでとうございます。6位を獲得したナコさん、HKT48 の矢吹奈子です。HKT48 の矢吹奈子です。私をここに立たせてくださいました、国民プロデューサーの皆さん、本当にありがとうございます。かわいい。最初は F クラスから始まって、確かに F からなんだわ、そうだったね、デビューなんて夢のまた夢だなって思ってたから、ね、今ここに立てていることが本当に信じられないし、とってもとっても嬉しいです。はい、あ、緊張します、うん、今は本当に夢じゃないですよね、本当に信じられないんですけど、アプロードマリノリョハゴ、よいしみあげすみだ。これからも頑張って受験終わりですよ、カメさんさん、見守ってください。ありがとうございました。ナコちゃん、いやー、ナコちゃん、アイズワンのメンバーとしてデビューおめでとうございます。では、自分の順位の席に着席してください。おめでとうございました。ひーちゃんとナコちゃん、うん、今ひーちゃんとナコちゃんがデビュー決定で、本人に걱정한것처럼本人が心配したように、背は小さいですが、舞台だけは誰よりも存在感のある練習生で、これからも存在感を発揮して、矢吹奈子さんのその姿に期待したいと思います。アイズワイのメンバーとしてデビューできたことを心からお祝いします。アイズワン